こんにちは、島津です。今日はですね、本命の相手を手に入れる方法っていう話をします。手に入れるっていうとちょっと聞こえが悪いですけど、要するに一番好きな人と付き合う方法をお話ししたいと思います。あのですね、まあいろいろ方法はあると思うんですけど、具体的なノウハウというよりかは考え方というか気持ちの部分ですね、そこをお伝えしていくんで、しっかり理解してもらったら、今もし本命の相手と付き合えてないとかだったらですね、もう圧倒的に付き合える確率が上がります。これやってもらったらよろしいでしょうか。話しますね、本命の相手を落とす方法。まずですね、これ話そうと思ったきっかけっていうのは、この間あの大学生の男の子と話してて、で彼女いないのとかっていう話したんですよ。大学何年生かよくわかんないですけど、大学入ってから彼女いないって言うから、いや好きな人いないのとか言うと、まあ可愛い子はいっぱいいるけど、まあ、みんな彼氏がいるから付き合えないって言うんですよね。でもうこの時点で彼は本命の相手を落とすっていうか、本命の相手を彼女にするチャンスを逃してますよね。これ男でも女でも同じことですよ。で僕その相手に言ったのは、これ賛否両論あると思いますけど、まずですね、取っちゃってって言ったんですよ。取っちゃ、奪ってください。ですね、ただこれ注意してほしいのはですね、結婚している人から奪うのはもうこれ NG です。結婚してる人からもダメ、まだ未婚の人に限ります。未婚の人ね、独身の人って意味ですよ。なんでかって、まあ言うまでもないですね。で結婚してる人から取っちゃうのちょっと法律的に微妙ですからね。未婚独身だったら別に取ったら取られたっていうのは当たり前の話なんで、もう子供の感覚で言ったらちょっと微妙かもしれないけど、それ中学生までの話ですからね。取ったらなんとかとか取られたらなんとかとか、まあ、中学生高校生ぐらいまでの話ですよね。あのすいません、あのですね、好きな人っていうのはどんな人かちょっと今イメージしてほしいんですけど、どんな人ですか好きな人。まあ素敵じゃないですか。要は素敵ですよね。もう素敵なんですよ、普通誰かに惚れられる人っていうのは。でもうモテる、素敵とかモテるとかそんな感じですよ。だから少なくともね、ライバル絶対いるんですよ。自分が選んだ人が素敵だったら、もうライバルいなかったらちょっとね、その人やめた方がいいかなって僕思うぐらい。まあタイミングでもよりますけどね、ちょうど彼女と別れたばっかとか、ちょうど別れたばっかとか、そういうタイミングだったら、まあ、ライバルいない時もあるかもしれないですけど、基本的にはライバルいるんですよ。もうこれセットなんで、素敵な人を好きになるのとライバルがいるっていうのはセットです。だからね、彼女いるからとか彼氏がいるから自分の出番を待ってるみたいな感覚でいると、もう一生付き合えないです。これは本当に一生付き合えない。だからこいつをどうにかしてね、上回るわけです。自分が汚い手使っちゃダメですよ、言っときますけど。奪うって言っても、なんていうかな、綺麗に奪うんですよ。この人とこの人がね付き合ってると、まあ、もういい感じだとしたら、自分がここに割って入るわけですからね。ここに汚い手使ったら逆に嫌われちゃうし、むしろあんまうまくいかないと思います。じゃなくて、この人好きなんだけど、こっちに矢印が向くように、自分を磨いていくって感覚ですよ。そうやってやっていけば、もっともっとどんどん幸せになっていくわけじゃないですか。そういう話です。だからマインドとしてですよ。本命を落とすマインドとして、順番待ってる場合じゃないよって話です。順番を待ちしない。順番なんて どうでもいい。ライバルが何人いても関係ないんだよ。順番待ちしない。僕の奥さんとか、まあいいや。取っちゃってくださいね、どんどん。で、取ったら相手を幸せにすればいい話なんで。順番待ちしない。どんどん自分が素敵になる。自分がライバルより素敵になると。これですね。この2つ忘れないでください。これができたら本命落とせますから、よろしいでしょうか。
今彼女いないとか本命と付き合えないとか言っている方はぜひ参考にされてみてください。では失礼いたします。